ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年2月21日、日産 GN 所属のウキビオレッタさんが人種差別ツイートをしたとして話題になっています。ウキさんは、ホロライブの星町水星さんのアイコンを使っているユーザーに、のんけの白人男性をどう思いますかとリプライされ、彼らは無責任で利己的だと返答しました。これに対し、600件以上のリプライがついており、ほぼ批判的なもので占められています。幻滅しました。星町水星の登録解除します。次から次へと問題を起こすな二次三次 EN。 この発言の何が問題かをチャット GPT 君に聞いてみました。この会話が差別的であるとみなされる理由は、一般的なステレオタイプや偏見を強化し、特定の人種や性的指向のグループを否定的に描写しているからです。具体的には、ストレートで、白人の男性は無責任で自己中心的という表現が、広く当てはまるすべてのストレートで、白人の男性を同じくらい、否定的な典型として描写していると受け取られる可能性があります。このようなステレオタイプは、特定の人種や性的指向のグループに対する偏見や差別を助長する可能性があり、社会的な対話を健全なものに保つ上で望ましくありません。黒人や同性愛者は弱者で少数派ですが、ストレートの白人男性は強者なので、偏見や差別を助長しても問題ないのではないですか？全ての個々の人々やグループには、異なる経験や状況があり、単一の特徴や身元だけで一括りにすることは公平ではありません。例えば、人々が黒人や同性愛者を弱者とみなすことがある一方で、個々の白人男性が強者であるとみなすことも、同様に単純化された見方です。個々の状況や経験は、多岐にわたり、広く一般化することはできません。偏見や差別は、どのグループに対しても問題であり、平等と公正な社会を築くためには、すべての人々が尊重されるべきです。特定のグループを、強者または弱者として一括りにせず、個々の人の経験や能力を尊重することが大切です。社会的な対話や議論で偏見を助長することは、相互理解と平等の実現に対する妨げとなる可能性があります。ですので、公平で包括的な視点から、差別的な言動を避けることが重要です。同性愛者の黒人に対して言ったら今頃消し炭になってそうだけど、白人に対して差別するのも当然良くないってことだよね。これってザイオンみたいにペナルティ受けへんのか？それとも男ライバーやから剣持ちみたいに無罪か？平日なのに24時間経過しても何もないから剣持ち無罪なんじゃないですかね。まあ、韓国人やインドネシア人を差別してる絵にからがこれを罰するってのもおかしな話ですがね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。